ズクッキング、今日やる料理はね、じゃじゃん、パン買ってきちゃいました。ちょっとね、暑苦しいんで、ちょっと火使わないで簡単にね、今日はちょっと旬のこのキュウリ使ったサンドイッチちょっと作ろうと思います。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。キュウリまあ2本ぐらいでいいかな。で、あとハムもこれを半分ぐらいでいいかな。うん、でパンは 2枚ね。はい、これでやっていきたいと思います。よし、今日はねめちゃめちゃ単純なんだけど美味しいやつやりますね。さあ、じゃあ早速やっていきますか。まあ2本ぐらいでいいよね。2本でも結構ボリューミーだ。ちょっと洗ってみます。はい、そしたらちょっとね、この今日はこのキュウリを主役のちょっとサンドイッチ作りますね。こんな感じで、まあキュウリを半分に切って、よし。それでね、サンドイッチに持っていくときに、まあ、このままやってもいいんですけど、水がこう出ちゃうとパンがね、時間経つとベチャベチャになっちゃうんで、それをね防ぐためにこの中のこのね種、この部分をねちょっとこうやってね、こうスプーンでね、こうやって取ってあげる。そうするとね、これが結構水っぽいから、これを取ってあげると、まあね、後々結構ねシャキシャキ感が継続しますんで、こういう感じでね、今日は種取っちゃう。よし、こういう感じでね種を取っちゃいます。じゃあこれはもう普通にね、食べちゃってくださいこれはこれで美味しいからね。よし、はい、そしたらこのねキュウリちゃんをちょっとこう斜めぐらい、こんな感じで、で細かく切っていきます。こんな感じで、はい、よし、はい、そしたらでボウルに入れて、はい、ここで塩ですね。塩をこうちょっとこう、でいつも言ってるけど、これ塩は薄くてもしょっぱすぎてもダメね。だからちょっとこういうふうにこう混ぜて、でちょろっとこうつまんでみてね。そしたらこうやってこう少しこう揉んで、よし、あれ、こんな感じでちょっとだけ置いておきます。はい、そしたらハムだよね。まあ半分ぐらいで十分だね。よし、これをね、後でこうパンに乗せてもいいんだけど、こう混ぜちゃった方がまあ食べやすい、じゃあ食べやすいんでね、今回は混ぜます。でこういう状態でこう4等分にして、でザックザックってこう入ってるぐらいの、こう1センチぐらいのね、あんまり細かくしないで、こんな感じで十分です。はい、そしたら今度、はい、こんな感じでいつも通りビニール手袋をこう装着して、よいしょと言いますよ。ブラックジャック、あ、決まった、気持ちいいってことで、そしたらこれをね、ちょっとずつこうやってこう、こうやって絞ってあげる。ちょっとこうキュウリからこう水分が出ますんで、そしたら出たやつをこっちに移動させます。はい、こんな感じでキュウリ汁が出たね。はい、そうしましたらここにこのハムを入れちゃいます。はい、そしたらここに味付けなんですけど、もうシンプルですよ。これはね、もう下味がしっかりついてるキュウリなんで、これに対してこうマヨネーズねをこう適量なんですけど、ここはまあそのこうざっくりこう全体に混ざる程度のマヨネーズを入れます。さあ、そしたらこれをざっくり混ぜる。でもうこの段階で抜群にこう美味しいんですけど、今日はねここにちょっと大人のちょっとアクセントをちょっと入れてみます。これですね、粒マスタード。これでまた爽やかなね、こうよし、はい、でさらにブラックペッパーだね。ブラックペッパー、これもねかなりねいい感じのアクセントになる。でこれをこう混ぜます。はい、じゃあちょっとね失礼して味見します。うん、いいですね。でここで自分のお好みのね感じに調整してください。マヨネーズの感じとかはみんなねお好きな感じで、ちょっと僕はねマヨが効いてる方がいいね。でこんな感じで、はい、完成しました。はい、そうしましたら、はい、こういう感じでラップをまず敷いて、はい、したらパンをね置きまして、そしたらここにバターね、これを少しこうで、こうすることによってコクがまず出るのと、とこの表面の方にこのパンの方に油を塗ることによって、こう水分がパンに
染み込まないので そういう効果もありますっていうことなので、こうやってねバターを薄くね、このちょっとしたこのコクがね、またいい具合にこう全体を引き締めてくれますからね。はい、こんな感じで丁寧にバターを塗ったら、この上にたっぷりね、さっきのこのきゅうりちゃん、こうやって山のように乗っけて、そうしましたらこれでね、反対側ね、こうバター塗った方をこうやってポンと乗っけて、そしたらこのラップでこうやって包んでいく。よいしょ。でこういうふうにしっかりこう包んであげます。はい、こんな感じでしっかり成形したら、そしたらね、これを真ん中からスパッと切りますよ。はい、切ります。シャッ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 スパッと、はい、はい、そしたら断面気になりますよね。断面こんな感じです。ちっちゃじゃーん、こんな感じ。わー、おいしそう。ということで今日のこの簡単料理ね、きゅうりをねふんだんに使った夏の爽やかなきゅうりサンドの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よしゃね、早速ね食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。どう、美味しそうでしょ。これだよ、こんなんでかいんだよ。じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通りチューハイと皆さんお疲れ様でした。乾杯。美味しい、もうめっちゃ美味しい。ということで、じゃあ早速食べてみたいと思います。おい、届きます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。すごいキュウリキュウリしてるの、爽やかですね。爽やかだし、このキュウリの歯ごたえのいいこと、ほんでこのパンにこうねバターが風味も良くて、ね、そのアクセントのこのねちょっとしたこのブラックペッパーとね、あの粒マスタードの香りもしっかり効いてます。これは美味しいサンドイッチですよ。うん、いやこれは本当にね、夏に食べるには最高のサンドイッチですね。暑苦しくて今日はちょっと火使いたくねえなーっていう時に、こうやってパンで済ませるっていうのもいいんじゃないですか。何しろこのボリューム感ですからね、このパン2枚でも十分に食として成り立ちます。最高に美味しいサンドイッチ。ってことで、たまにはこういうような火を使わないでさっぱり系のね、超美味しいきゅうりのサンドイッチなんかいかがでしょうか。ってことで今日の簡単料理ね、旬のきゅうりをねふんだんに使った、はい、きゅうりサンドイッチ、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。